ほこみはボクシング。帰りはカメラマンへ。前へ進んだ先に待ち受けていたものやいかに。あのクズを殴ってやりたいんだ。帰りやゆいの過去、そして七年前のことが明らかになり、帰りはゆいやほこみの後押しによって、再びボクシングと向き合おうとしましたが、やっぱり苦しみが勝ってしまうようでしたね。もうこっち入ってくんな、と、ついほこみを突き放すような一言を、帰りが言ってしまい、言われたほこみがどう動くのか、二人がどうなっていくのか気になりますが、それ以上に意外な悪意があっちこっちに見えてきて、驚きの第4話でした。次回は第1章完結ということらしいのですが、何をもって解決とするのかが注目ですね。予告映像では、ボクサーへの道という文字が流れ、ほこみがスパーリング練習を始める姿があったので、帰りの過去編が終わり、ほこみがボクシングと向き合う流れになっていくんでしょうか。片や帰りもカメラマンとしてやっていきたいような姿があったので、二人が今までの気持ちを振り払って、別々に前へ進んでいく流れになるのか、なかなか予測ができませんが、予測できない分、今後の展開が楽しみです。帰りは市役所で行うフォトコンテストに応募したりと、前を向いていこうとするみたいですが、そこに邪魔をするような出来事が起こるとのことで、予告映像で、大地さんの家族は帰りを恨んでるというゆいの声がありましたし、以前も議員の人が帰りをカメラマンから外していたので、そのあたりでまた帰りが闇に落ちてしまわないか心配で仕方がありません。ほこみと帰りの距離は、一時は帰りがほこみを避けるようなこともあったようですが、なんと、二人の恋に急展開が起こると予告映像であり、ほこみは自分の恋心に気づいたのか、二人がどんな風に近づくのか、目が離せませんよね。ほこみの中でボクシングという存在が大きくなっている感じがするので、彼女のスパーリング練習も見どころですし、今回まさかの行動を起こした会長、そして友人の仮面をかぶり、実はアンチほこみだったナデが何か仕掛けてきたりするのか、次回が待ちきれません。大方予想通りでしたが、ついに7年前のことがほこみに打ち明けられ、やっぱり帰りを救うことができるのはほこみだけだろうなぁと思わずにはいられませんでした。それでも、ゆいの帰りへの思いや対応は、ぐっとくるものがありましたし、そのおかげで、帰りも心に変化が生まれたんじゃないかなぁとは思いましたね。ゆいの告白、そして帰りに言った、もう一度ボクシングをしろとは言わない。もう一度自分の人生を生きて、という言葉は、ものすごく心に響きましたよね。そして自分は前を向いて進んでいくと、帰りとの心の別れとも取れるような告白があり、それも全部帰りのことが好きだからこその言葉の重みがありましたし、帰りとゆいの絆、そして二人にとっての大地の存在、ボクシングの存在が、すごく深いものだなぁと感じました。やっと帰りはボクシングの試合会場に行くことができるも、フラッシュバックしてうずくまってしまいましたが、自分のパンチで大切な大地が命を落としてしまったんだから、そんなの当たり前だよと思いましたよね。
それでも会場に入った時にボクシングの空気に心が揺らいでしまったんだと思うので、罪を犯した自分がそう思ってはいけないとか、自責の念がまだ強いからこそ最後は誇りにきつく当たってしまった感じがありましたね。こんな状態の帰りにボクシングを教えてくださいという誇りの無神経さにはヒヤッとしました。主人公ですし、誇りが動かないと物語は進まないのですが、ゆいにしつこくつきまとったり、女の子に会う前の帰りのラーメンにニンニク入れたり、まっすぐさがしんどい時があるのがもったいなくて、何がしたいねんって思ってしまうので、早く帰りのことが好きだと自覚してほしい気持ちになってしまいました。そんな誇りの友人で、これまであっけらかんとした存在として完全にノーマークだったナデが、まさかの誇りに対してバチバチの嫌悪感を抱いていただなんて恐ろしすぎましたよね。さらに今まで温厚でずっと帰りを心配していたんだろうなぁと思っていた会長も、帰りが大地のお墓に備えたお花をぐしゃぐしゃにしていて、何が何だかわからなくなってきました。もしかしたら、サトルがやった可能性もありますが、これには、X、旧ツイッターでも、え、怖いよ、や、嘘でしょ?と、大混乱のタイムラインとなり、これまでまだスポコンモードがあったのに、急にドロドロモードが出てきて、どんな方向に進んでいくのか、全く読めなくなってきましたよね。ナデは単純に、ホコミが同性としてモテるのがムカついているだけなのか、まさか遡るだけ遡って、ホコミの逃げた結婚相手のことを好きだったのか、とか、ホコミが幸せになるのだけは許せない、だなんて、それだけではない憎しみを感じるので、恐ろしくて知りたいような知りたくないような複雑な気持ちでいっぱいです。会長も本当によくわからないですよね。大地を大切に思っていたとしても、ボクシングの世界のことは誰よりも精通しているはずなので、帰りを恨む筋合いはないんじゃないかと思うと、むしろ帰りを守るため、帰りが墓参りに来たことが大地の家族にバレないように証拠を隠蔽したのかなと思いたい気持ちがあったり、悪者じゃないことを祈らずにはいられないです。帰りは今でも大地の家族にお金を送っているそうですが、これは帰りが勝手にやってることなのかどうかでも大地の家族との関係が変わってくるので、その辺も今後展開があるのか注目です。そして以前カイリをカメラマンから外した議員の名字は平山ではなかったと思うので、彼は何者なのか、そしてなぜカイリを忌み嫌っているのか、まだまだ気になるところだらけですね。今回は特に目立った行動はなかったのですが、サトルも気になる存在なことには変わりないですし、そんな彼とナデが手を組んで何かやらかしたりしないか勝手に想像してしまい、今からちょっと心配です。カイリは自らクズになろうとしていると知ったホコミ。それでもカイリを殴るためにボクシングを続けるのか。そしていつか、ホコミがカイリを殴る日が来るのか。予測不能のこの作品、一人一人の行動が波乱を呼んでいて、全く目が離せない展開で、次回も見逃すわけにはいきませんね。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。